リエーティ。ディエーティは、イタリア共和国ラツヨ州にある都市で、その周辺地域を含む、人口約4万7千人の基礎自治体、コムーネ。リエーティ県の県都である。リエーティ県中部に位置するコムーネ。テルニから南東へ、約25キロメートル、ラクイラから、西へ約45キロメートル、アベッツァーノから、北西へ、約63キロメートル、州都、 首都ローマから北北東へ約六十三キロメートルの距離にある。隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の TR はテルニ県所属を示す。古代にはレアテと呼ばれ、ローマ人が勃興するより以前からサビニ人の主要な都市の一つであった。伝説によれば、ローマの建国者ロムルスはサビニの女たちの略奪を行った。 ローマ人とサビニ人の間に戦争が起こったが、最終的にサビニの女たちが両軍の間に入って停戦した。サビニ人の王、ティツスタティウスがロムルスとローマを共同統治することとなり、ローマ人とサビニ人の共存の歴史が始まった。サビニ人はローマのクイリナーレの丘に移り住んだという。紀元前290年、マニウスクリウスデンタトゥスに率いられたローマによって、 サビニ人の反抗は最終的に平定された第三次サムニウム戦争。レアテはアドリア海からアッペニン山脈を越えて潮をローマに運ぶ道、サラリア街道を訳約する初期のイタリア交通の要衝となった。レアテや現在のラクイラ近郊にあった都市の多くの土地が没収されてローマ人に分配された。サビニ人には投票権を除くローマ市民権が与えられた。 紀元前268年にサビニ人は完全な市民権を獲得し、新たに総裁された二つの部族、トリブス、すなわちベリーナとクワイリーナに組み込まれた。この地域にはベリーの川が広大な湖を形作っていたが、クリウスデンタトゥスはベリーの川から狙川に水を落とすことで湖を冷やがらせ、この時に作られたのがである肥沃な平野を出現させた。 ローマの監修に従い、土地は正方形に区画され分配された。レアテの町も典型的なローマの都市設計。例えば、二つの直行する道路が都市の幹線となるなどによって、変と開発を受け、強力な防壁が築かれた。ベリーの川を越える石橋が建設され、またサラリア街道からレアテの難問に直接荷物を運び込むための高架橋が築かれた。 ローマ時代のレアテには、その肥沃な土地や有用な資源、特徴的な環境、浮島や地下に空洞のある地形などのために、多くのラテン語文献が言及している。例えばキケロは、湖の排水後に生じた、レアテとインテラムナ、現在のテルニとの緊張を描写しており、また友人がこの部屋に所有する邸宅、ビッタについても言及している。サビニジンに起源を持ち、 ローマ帝国で発展したカモンの一つに、フラウィア氏族がある。このカモン出身で皇帝となったキトゥス・フラウィウス、ウェスパシャヌス、9年から79年、フラウィウス朝創始者は、レアテで生まれた。レアテ生まれのマルクステレンティウス・ウワロ、紀元前116年、紀元前27年。レアテのウワロとも呼ばれるは、詩人、著術家として著名であり、博学の父として知られる。 西ローマ帝国の崩壊後、リエーティは蛮族による破壊を受けたが廃絶することはなく、ランゴバルド人による支配、ランゴバルド王国の下では、カスタルドが置かれ、スポレート王国の一部となった。フランク人の支配の下では、白尺領の主婦であった。9世紀から10世紀にかけては、サラセン人によって、1149年には、ノルマン人のシチリアオールチェーロ2世によって略奪を、 受けた。都市は、ローマの小ネの助けを借りて再建された。1198年からは独自のいた自由都市で、クエルフよりであった。歴代教皇モリエーテに、しばしば滞在しており、重要な歴史的出来事も、当地を舞台にしている。1185年、シチリア女王、コスタンツと神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世が、当地で結婚。 1234年には、教皇グレゴリウス9世によってドミニコが劣勢された。1289年には、教皇ニコラウス1世によって、カルロ2世が、プリッテア・シチリア・エルサレム王としての体官を受けている。教皇がアビニョンに移動すると、アビニョン補デリエイティは、ナポリオン国によって征服され、都市内部では、教皇派と皇帝派の構想が激化した。 1354年、数奇教アルボルノスによってリエーティは取り戻され、その後教皇領内でア、アルファーニケ、アルファニーの封建支配下に置かれた。リエーティ周辺の平野の排水は、数世紀にわたって続いたが、これは隣接するテルニとの対立につながった。リエーティは、1816年から1860年まで、教皇領リエーティ管区の主婦であった。 1860年のイタリア統一後、リエーティを中心とする地域は、ペルージャ県、ウンブリア地方の一部に組み込まれ、リエーティ軍が置かれた。1923年、リエーティ軍は、ローマ県、ラツヨオ地方に編入された。1927年1月2日、リエーティ軍と、ラクイラデ・ッリアブルッツォ県、アブルッツォ地方の一部であった、チッタグカーレを合わせ、 ディエーティを検討とするラツヨ地方の新たな県、ディエーティ県が設置された。2016年の地震で大きな被害を受け、特にアマトリーチェで壊滅状態である。ディエーティには以下の分離集落、フラツヨオネがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。